水島の変は、南北朝時代末期の令和元年、天寿元年8月26日に、九州丹大、今川良春が、筑前守護小二富裕氏を、日後きく郡水島で暗殺した事件。大安4年、建徳2年に、九州丹大として派遣された、今川良春の目覚ましい働きによって、翌年には、南朝の金長新納。 菊池武光が拠点としていた大宰府を陥落させて、事故の根拠とし、さらに菊池武光、武正夫氏の死に乗じて、南朝方の新本拠地となった筑後甲羅山を陥落させた。これに対して、鎌倉幕府以来筑前を支配をしていた北朝方の小二氏は、筑前の支配権を両春に奪われることを危惧両春に対して、次第に非協力的な態度を取るようになり、 両春も、筑前を、九州短大の直轄にすべく小西子を抑圧する方針を取り始めた。英和元年、天寿元年に入ると、両春は、菊池市の本拠である肥後信仰を本格化させて7月12日に、水島に兵を進めた。その際、九州の三名の有力主語である大墨、大隅主語島津氏久、文吾主語大友近代、 そして、築前守護小二冬氏を、肥後水島の両春のもとに招集した。まず近代が、雷陣し、ついで宇治久が8月11日に帰陣したが、冬氏のみは三陣を拒んだため、両春は宇治久に冬氏の雷陣を促させた。両者の対立を憂慮する宇治久の説得によって、冬氏はようやく水島に参上したが、両春は冬氏を自陣で艦隊するとして、歓迎の縁を催すと、 その最中に山内坊が冬氏を組み伏せ、今川中州が切って暴殺した。良春は宇治久の元へ使いを出し誘殺の理由を述べたが、面目を潰された宇治久は激怒し兵を率いて帰国。良春が畜後守護職を持ってつなぎ止めようとするのさえ拒絶し、以後は良春と絶縁した。近代も9月2日に良春により文語書書の自頭職を与えられたが、 中立的な態度に転じた。これを見た、菊地軍は、水島人の後輩である、筑後国で放棄し、8月29日、両春が鎮圧に向かわせた、長井貞博宇都宮尿慶らが打ち死にするという大敗を起死した。9月8日には両春は、水島からの撤退を余儀なくされるも、開き直った両春は、自ら筑前死後の兼務を宣言。 後に冬氏の甥いの定よりに守護職を譲ったものの、筑前の実権を掌握した。事件により、島津市、大友市は半ば離反し、九州三人衆の協力が得られなくなった。これを見た、九州の南朝側が一斉に放棄することにもなり、九州を平定することは不可能になったが、両春は北九州においては、自己の権力基盤を固めることに成功して、 以後積極的な九州経営を展開した。ところが、駒の国市である受学者のテーム州に独自に会談を持って外交交渉を行うなど、日民貿易などの外交権を独占を目指す三大将軍、足利義満の方針と対立し、それが後日の失脚の原因ともなった。ありがとうございます。